プリマーサス神社だ。ウクライナに平和を、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 戦争やめよう、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 不十分だと思います。今からもっと厳しい厳しい、うん、はい、わかりました、ありがとうございました。ベラルシア人でお母さんがウクライナ人で、お
オデーサで勉強して結婚しましたんですね。でもそれの後ウクライナに住んでました。だけどお父さんがベラルーシ人、ベラルーシ語あるじゃないですか。とソビエトユニオンになったから前もロシア語話してる。お母さんウクライナ語とロシア語も分かってる。と家族でロシア語を僕が使ってましたんですね。そうだから私も子供頃からそうロシア語、家の自分のそうお母さんお父さんがロシア語を使ってましたんですね。だから私もロシア語も使ってました。でおばさんがウクライナ語で子が話しましたので、そうもうなんか最初からもう2つを勉強しまして、もうなんかもう両方あるけどなんか分けることなかったんですね。あこれ別みたい。そうだからその私みたい人ほとんどウクライナはですね。だけどもちろん私の母の語はウクライナ語分かってるし、そう世界にも一つ綺麗な語だし、2014年の時その戦争も最初始まった時もだんだんウクライナ人の子がウクライナ語を使うことを始まったんですね。でそうどうしてというと、プーチンがそういうことそう話してる、じゃあロシアを話してる人に手伝い行くみたいで、だからそうするだったらロシア語も話したくないで、そうウクライナ語で方がいいから、私の家族もロシア語もで、お兄さんとかもお兄さんの家族も友達もロシア語分かってるんですけど話したくないロシア語で、だからもうほとんどウクライナ語で、その2014年の間そう今まで切り替えてほとんどウクライナ語だけ使いたいという気持ちがすごく強いです。はい、大事な文化、言葉であるし文化であるし、やっぱり大事なことだと思います。戦争やめろ、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 
Слава Україні! Excuse me, can I ask? Yes, of course. That song is that a Ukraine national anthem? Yes, Ukrainian okay. national anthem. So, that's right. Okay, thank you very much. Yeah. Because you're I'm welcome. Interpreting the, in my YouTube channel to English. You're welcome. Okay, thank you very much. This is a Ukraine. For today, here in Shibuya Crossing.